背中で笑ってた。そんなお前がとてもとてもとても行くよ。大きく、はい、西だけで、どうぞ。最悪になってしまいました。静かに夢を見るんだよ、すべてを忘れて。顔は見ないさ、顔は見ないさ、恥ずかしいだろう。永遠にあなたはそのままで。日々こう生きていくこととか、泣いたり笑ったりすることってみんな旅と同じなんですね。みんなだから、そんな意味からすると時の旅人っていう。でもなんか物も旅人でいてほしいと思うし、よかったら歌う旅人でいてほしいなって、そんな気がします。せめて今日から一人きり旅に出る。日本のどこかに朝に舞う千住明さんを改めて、お招きしたいと思います。どうか大きな拍手でお願いします。千住明さん、鐘が鳴っております。鐘が鳴っております。鐘が鳴るということは今8時なんだということを今やっと分かりました。結構盛り上がって長引いております。みんな大丈夫ですか？全然大丈夫ね。どんな国、どんなに距離を隔てていても歌が思いを伝えて国境を越えていく、そんな思いを込めて作った歌です。それでは改めまして、その心伝えを両合唱団と一緒に皆さんにプレゼントしたいと思います。
今から歌うのはその、夢人と言います。夢の人って書いて。